火星の水は、イギリスの SF ドラマ、ドクター・フーの第4シリーズと第5シリーズの間に放送された、スペシャルシリーズの第3話、2009年11月15日に BBC1 で初放送された。BBC アメリカで2009年12月19日に放送され、イギリスでは2010年1月11日に、アメリカでは2010年2月2日に、 DVD とブルーレイディスクが発売された。物語の舞台は2059年の火星で、10代目ドクターは人間の最初のコロニーである、ボーイベース1と出会う。指揮官のキャプテンアデレード・ブルックは人類の歴史において非常に重要な人物であることが判明する。ドクターは彼女の運命を知っているが、その運命に従うか歴史を変えるか、ドクターは決断を迫られる。 ドクターフーの脚本家兼プロデューサーのラッセル・ティー・デイビスによると本作は続く2エピソードと密接に関連するが3部作の第1パートというわけではない。本作は2009年10月に死去したかつてのドクターフーの脚本家兼プロデューサーのバーリー・レッツに捧げられた。また本作は2010年9号賞映像部門短編部門で9号賞を受賞した。 メディアを再生する火星の水の撮影。火星の水はもともとレッドクリスマスという題でクリスマススペシャルとして考案されていた。本作に対応するドクトルフーコンフィデンシャルのエピソードではボーイベース1がライフオンマーズを作曲したデビッドボーイにちなんで名付けられたことが確かめられた。本作の撮影は2009年2月23日に始まった。 2月の下旬にデイビッド・テナントやリンジー・ダンカンな俳優たちがニューポートのビクトリア・プレイスで撮影している姿が見られており、撮影は都市の通りで行われ、制作チームが作り物の雪をその場に撒いていた。音質のシーンはカーマー・ゼンシャーのウェールズ国立植物園で撮影された。また、ガジェットという単語を刻まれた小型ロボットや2008年のエピソード、 トラワレの歌に登場したウード・シグマも撮影に姿を現した。ドクター・風公式ウェブサイトで公開されたプロモーション画像にはそのロボットが姿を見せていた。プロデューサーのニッキー・ウィルソンは女優リンジー・ダンカンの演じるキャプテン・アデレード・ブルックについてドクターのこれまでのコンパニオンで最も賢く最も強い精神を持っていると述べた。デイビッド・テナントは、えーっと、彼女は 今までの他の人のようなコンパニオンとは本当に違う。彼女はドクターに対してすごく用心深いんだ。彼と付き合って夕日の中を走り去るような人ではないし、彼女はある種の男性指導者なんだ。本当に。だからドクターは彼女と一緒にいるとき、普段とわずかに違う役割を担うことを学ばなくてはならないんだ。と発言した。本作の30秒のティーザー広告が 前は死の惑星の放送直後に流れた。2009年7月9日に本作のショートクリップがオンラインで利用可能となり、同年7月28日に2009年コミコン、インターナショナルにはより長い予告編が上映され、直後に BBC のウェブサイトに投稿された。2009年11月8日には BBC1 で短い予告編が放送された。 火星の水の東夜の視聴者数は910万人で、アプリシエーションインデックスのスコアは88を記録した。バーブによる正確な統合された統計では、イギリスでの本放送の視聴者数は1032万人に達し、火星の水はその週で5番目に多く視聴された番組であった。火星の水はアメリカで比較的高い数字を記録しており、視聴者は110万人を超え、 その時点では BBC アメリカでのゴールデンタイムで最高視聴率であった。日本では放送されていないが他の2008年から2010年のスペシャルとともに2014年8月4日から Hulu で配信が開始された。批評家の反応は一般に肯定的であった。ガーディアンのサム・ボラストンは優柔不断で混乱していて時には単純に間違っているという 今まで見たことのないドクターの一面を見せてくれたと高く評価し、ドクター役のテナントの在任期間については、役に人間性というモアをもたらしてくれたと論評した。彼の唯一の批判は小さなロボットに苛立ったということであった。デイリー・テレグラフのロバート・コルビルは、本作とドクターのこれまでの頻繁な歴史介入との間の明白な矛盾を批判したが、シナリオについては、 キャラクターの論理的な前進の中で、己の良心や好奇心と、テナントが格闘する様子を見ることができたと称賛した。ウォラストンと同様に、コルビルは、子供が本作をどう評価するかはわからないが、テナントの最後の二部作の冒険のために興味をそそるように設定を組み上げたと高く評価した。ザップニットのサム・マクファーソンは本作を10代目ドクターの エピソードで5番目に良いものとし、楽しく暗いと表現し、ドクターのキャラクターの成長を指摘した。火星の水は、もう一人のドクターと死の惑星を破って2010年、9号賞映像部門短編部門を受賞した。ありがとうございます。